どうも。投稿頻度が落ちてしまい申し訳ありません。繁忙期を迎え、時間の確保が難しくなってきました。ただ、料理自体は続けていますのでご安心ください。Twitter では今まで動画にした料理をまた作って投稿したりしています。撮影が久々なだけですね。ということで、秋がほとんど感じられない状況でまたナスを使います。今回は揚げてみるだけなので牛丼並みに簡単ですが、ナスには味を染みやすくするのと色止めを兼ねて切れ込みを入れます。これでまな板と包丁の出番は終了でございます。それでは素揚げしていきます。揚げ時間はナスの断面に焼き色がつくぐらいが目安です。時々返しながら全体に油をまとわせます。焼き目がついたら取り出します。油はきれいに拭き取り、出汁を沸かします。そしてナスを再び入れて煮込みます。ちなみに、出汁を沸かしてる間に変色していました。こちらも時々返しながら全体に味を染み込ませます。ナスだけで物足りないので卵焼きも作ることに。では緊張の巻き作業。なんとか破れませんでした。本来なら巻いた卵を奥に移動してから2回目を行うのですが忘れてました。でも普通に負けたので大した問題ではありませんでした。ナスの色が悪いですね。まあ、問題は味なので早速いただきます。あ、この素朴な味付け、たまりませんな。ナスって簡単な手順で美味しくできるのがいいですよね。卵焼きの方は。うむ、焼き加減もちょうどよく、うまい。今回はナスの変色を防げませんでしたが、撮影外でぼちぼち再挑戦しようと思っています。練習は嘘をつきませんからね。では、今回もご視聴ありがとうございました。